羊由来のヒアルロニダーゼンヒアルロニダーゼはヒアルロン酸を分解する酵素である。EC 番号は 3.21.35CAS 登録番号は488,712から31から8ヒアルロン酸は間質組織の主成分である。そのためヒアルロン酸を加水分解することによって粘度が低下し組織の浸透性が増加する。そのため 体内での分散を容易にする目的で薬に混ぜて服用されることがある。特に眼科の手術で局所麻酔とともによく用いられる。また、皮下注入による非経口的液体の吸収率や尿路増影のための放射線不透過性を増加させる目的でも用いられる。さらに、高張液を考え輸出させる目的で用いられることもある。また、 美容目的のヒアルロン酸の充満剤が過剰となった場合にヒアルロニダーゼによって分解することができる。多くの哺乳類の受精ではヒアルロニダーゼは精子が卵細胞に到達した時に船体から放出され透明体を消化して中に侵入することを可能にする。黄色ブドウ球菌やカノーレンサ球菌、ウェルシュ菌などのある種の細菌も 組織内での運動性を増加させるためや、抗原偽装のため、ヒアルロニダーゼを賛成する。商業用の動物由来のヒアルロニダーゼとしては、ビトレース、アンフィデーズ、ワイダーゼなどが販売されている。2005年12月2日に、アメリカ食品薬品局は、人由来の組み換えヒアルロニダーゼであるハイラネックスを、認可した。ありがとうございます。